いいよ。作曲ですね。まあ、作曲しますよ。作曲をしますよ。Thank you.
なんだこれ。10段目の階段から一歩降りてください。お疲れ様、何の仕事してるん？改めていい名前。え、めっちゃ Tinder でさ、女の子といい会話してます。いい名前嬉しい。さて、なんていう曲にしようかな。まさかここまで生きて曲を作っているなんてねって今思ってたんですよ、僕は。まさかまだ曲を作ってるのかと思って。25になるぞって。25になっちゃうの？もう全然余裕で俺は200歳まで生きようかなとか思っちゃう。思っちゃったりするね。思っちゃうよ。この光があればね、新時襲名会の光があれば、1500歳まで生きられる可能性がある気がする。何のエビデンスも、何にもないけど、1500歳まで生きられます、これがあれば。絶対。これ捨ててれば絶対大丈夫。1500歳まで生きる。こんなに自宅に生きて何になるんだ、こんな体はね。ねえ、この程度のものを持って何になるんだよ、マジで。ふざけんなよ、マジで。なんだこの世界。という思いを曲に込めて、さっきのボスキャラの名前にしよう。なんだってな。そう、さっきのボスキャラの名前覚えてないでしょ。結局。はい、スタンパロン。この曲の名前はスタンパロン。それではとりあえず鍵盤ライフを落とします。ちょっとイケメンすぎて危険だって感じがしますね。イケメンすぎて危険だぞ。それ阿部寛の前でも言えるのかわとしんだ。阿部寛チートだろ。阿部寛チートだろ。阿部寛ずるいだろ。阿部寛さんってなんかいいですよね。なんか顔が良くて、あとなんだろう、雰囲気がいい。はい、そんな感じで鍵盤ライフ終わります。ありがとうございます。作曲ライフでしたね。